All right. Show me what you got, Nintendo. I didn't throw away my McDonald's, so it's still here from yesterday. Oh! Oh no, he's hot! Smash Brothers Director, Sora no Sakurai Masahiro desu. Welcome back, Sakurai. 今回は久しぶりにスタジオからお届けすることになりました。まあ、oh, he's back in the studio! He's not in... Oh, I kind of miss Sakurai's house. 実は今までのスタジオとちょっと違うところ、より広いところを借りてやっています。Tell me if this is too loud. ソーシャルディスタンスをスタッフも保ってですね、感染予防対策に気を配りながら、進行しております。Good. Good for you, Sakurai. 参りたいと思います。まず最初に、新しく追加されるミーファイターコスチュームのご紹介です。We're just jumping right into the deconfirms, are we?All right. Show me Geno right away. Oh! Oh, Final Fantasy skins. All right, Square, pop off. Okay, I dig this. Oh, I love Tifa. All right.Aerith, okay. Just keep him coming. Why don't you? Gotta love Aerith. More Final Fantasy, cause just give it to us. There's the Chocobo hat. Now the only one missing is Geno. It's gonna be here. Oh, there it is.Oh, it's not even a deluxe. It's just... Oh, no. It's just... it's just coming back from Wii U. Papa Geno's is crying. Oh, there he is. There's the dude.Wait, was that music though? Did it come with a music track? Could have sworn I heard some. That's all Square characters. That's crazy. Good lord. Yeah, Geno's deconfirmed. Crazy. Just like ニーファイターの方で適当に調整をして入れていただければと思います。では本題のセフィロスのご紹介に行きたいと思います。Yeah. まず最初にセフィロスとは、My sexual fantasy. クッパ大王謎を除いて、ゲームでは特に有名な悪役の一人ではないかなと思います。FF7 に登場した伝説のソルジャーです。It's a legendary soldier. とある細胞、何細胞とは言いませんが、そのために人知を超えた強さ。I want a costume that looks like that, honestly. 最終的には究極の破壊魔法メテを用いて星の力を我が物にしようとします。特徴は長い剣の正宗。正宗。最新作 FF7 リメイクはスタイリッシュな映像が山ほど楽しめる作品で、私も続きが楽しみです。参戦ムービーも FFAC ファイナルファンタジーアドベントチルドレンに寄せてみました。いやー何しろマインクラフトの後に FFAC ですからね。このダイナミックレンジの広さやっぱり。退屈しない仕事だなと思います。面白いですね。Kind of a stark difference. ここから私が操作を直接行いながらご紹介をしたいと思います。例によってゲーム内のカメラは特殊なもので、開発中のものであることを。We got you, Sakurai. では参りたいと思います。Sephiroth. はい、これが馬蔵におけるセフィロスです。最大の特徴やっぱり。It looks good. He's a light character. すぐにやられちゃう。カラーバリエーションには上半身裸バージョン。Oh no. P8P に用意します。He's sexy. 全体的にセフィロスだから暗いイメージというのは保ったまんまにしますが、7P8P は最終決戦仕様が楽しめると思ってください。God, I hope this doesn't awaken anything in me. 目障りだ。声は日本語のみの実装になります。ご了承ください。そして、最大の特徴、
セフィロスがピンチになるとこのように片翼が生えます。片翼が生えるといろいろな効果があります。まず、スピードや攻撃力が少し That is fast. That's like Falcon fast. Or like Sonic fast. つまり三段ジャンプができるようになると。It's a wing. I hope. そして何より、スマッシュ攻撃にスーパーアーマーがつくようになる。こんな風に一方的に打ち勝つことができる。とは言ってもダメージを防げるというわけではないので、使いすぎにはご注意です。例えばワンミスするとなくなります。Flew too close to the sun. 相手を撃墜するとなくなることもあります。ピンチは単純に蓄積ダメージではなく、試合全体を俯瞰して判断されます。例えばストック数が優勢の時には 100% 超えてもまだ片翼が出ませんね。So his wing is like. やっと出ました。Oh, okay. ストック数が劣勢の時には。His wing is like a hail mate. Oh, 30% wing. 片翼が出てしまう。こういう違いがあります。I guess he's down three stocks. That makes sense. それでは通常技の説明、基本的な技をご紹介したいと思います。でもその前に、スイートスポットについてお話をしておきます。Give it to me, Sakurai. 例外もありますけれども、斬撃の場合、刀身の中央少し前寄りが強いんですね。例えばこういう位置の場合、斬撃をするとこのようになります。一番近いのが7、真ん中が3キービーズ、先端になると9になっていますね。ダメージが。斬撃は中央が一番強いのですが、月みたいなものは先端が強いことが多いです。ご覧の通り。まず弱攻撃。他のファイターと比べれば出るのは遅めですが、oh, no. セフィロスの技の中では特に早く出る攻撃で、相手に近寄られた時などに使いましょう。次にダッシュ攻撃。前の方に踏み込みながら攻撃する技で、結構なリーチもあります。Got pretty good reach. また、吹っ飛ばしも十分にありますので、結構使える技かと思います。Mm, doesn't look like it has that much more launch, but okay.見ての通りリーチがかなり長いです。そして上下に打ち上げることができます。例えばダウンした相手には普通に打っても当たりませんから、そういう場合斜め下を狙って打つといいですね。次に上強攻撃。当てにくいですがリーチが長く判定も持続するという特徴があります。目の前にくっついた相手を打ち上げることもできます。また、例によって突き攻撃ですから先端が一番強いです。Yes, murder the Mii sword fighter. するので牽制に向きます。Or brawler, 姿勢が低いので相手の攻撃を、くぐり抜けて攻撃することもできるかもしれないです。ただし、相殺されなければの話ですが。次に横スマッシュ攻撃。威力のある全力スイングです。Alright, he's just kind of throwing his sword out. 十分にあります。Like, Sephiroth, you're cool now. And, like, your abs make me feel a certain way.But you're kind of just throwing sword strikes around, so. I don't know what to say. Another look. That's just a better. Goya! From Ganondorf. Sends debris flying. 地面に当てないと瓦礫は出ませんが、復帰阻止をすることは可能です。あと大事な機能、下スマッシュ攻撃はシールド破壊が強めです。Break shields. 次に通常空中攻撃。この手の技としては範囲が全体的に広めです。Is neutral air is the Nintendo Switch logo. 出る方だと思います。なので牽制に向いてますね。Nintendo Switch has games. 前空中攻撃。かなり長いリーチを誇る主力技です。リーチの長さを生かして、このように復帰阻止にも使えます。だけど当たりがすごく細いので、見ての通り小ジャンプ攻撃なんかが当たらないですね。Small hit detection. なのでそういう場合、横強攻撃なんかと併用すると相手はとても困ることになると思います。そしてもう一つ特徴がありまして、なんと前空中攻撃、壁に突き刺してジャンプすることができたりするんですね。これをいかにして使うかというと、こうフェイントに使うなどが考えられますね。
そして後ろ空中攻撃、前空中攻撃よりは範囲が広い攻撃ですね。威力も高いです。That looks like a meaty back air. Not gonna lie. 振り向いて後ろ空中を使うとかはありですね。前空中攻撃も後ろ空中攻撃も地上ギリギリで出した。It looks like it should have a lot more launch potential. そうじゃないと地上の敵に当たらない。超ジャンプで当たらない相手も、地上ギリギリなら当てることができますので。ただ前空中攻撃の方が後ろ空中攻撃よりも早く出るからそれを勘案しないといけないですね。具体的には前空中攻撃が、攻撃発生13フレーム、後ろ空中攻撃は16フレームとなるんですけど、いやそんなこと言ってちゃいけないですね。このゲーム愉快なパーティーゲームを考えて想定して作っているものなので、It's a fighting game。ことを言うのはまあ大変なことぐらいでいいんじゃないかなと。というわけで前空中攻撃当てると楽しい。Oh my god。後ろ空中攻撃も当てると楽しい。そんな感じでいかがでしょうか。Very good soccer。上空中攻撃広範囲の投げ払いです。先ほどの上スマッシュ攻撃と似てますね。まあ実際代わりに使うことだってできます。前方の攻撃範囲などはあんまり広くありませんが、いろんな。All I'm saying so far is he's just kind of swinging his sword around. That's kind of all he's done so far. And we are maybe a solid like 5-6 minutes in this. 例によって床上からの攻撃にも使います。Maybe more. 攻撃範囲はかなり広くしゃがんでいてもこの通り。Damn. またその頭身の長さから。ものすごく床を突き抜けますので、崖外からの復帰措置も可能かと思います。一応メテオもありますが、ちょっと崖外を使いようにならないですね。自分も自滅しちゃいます。That's gonna be a fun move. もしもメテオを使いたいなら、足場は最低限キープして使った方がいいですね。次に、掴みや投げですが、剣を持ってるファイターというのは投げの威力は全体的に弱めです。これ前投げ。後ろ投げ、テレポートして投げてます。後ろ投げ、上投げ、すぐにコンボにつなげます。そして下投げと。まあ投げの威力は低いといえど、何らかのコンビネーションを使ったりとか、Maybe I'm just showing my youth. かかったりとかそういうのに使えると思います。But I'm not hooked yet. Like Sephiroth is cool. それでは、必殺技のご紹介です。One Winged Angel.通常必殺技は貯める段階によって3つの飛び道具を使いこなします。Here we go. ほぼ貯めずに打つとフレア。距離が比較的長めで最後に爆発を行います。Okay. ちょっとだけ貯めるとメガフレア。それよりは距離が短いですが威力が抜群の攻撃を行います。そして最後まで貯めるとギガフレア。大爆発を起こして相手を強く吹っ飛ばします。フレアでさえ発射にはかなりの時間がかかりますが威力は絶大です。 Look, his flares can't even beat out Mario. シールドボタンにより、途中でタメを止めることはできますがタメの保持はできます。 Stinky Mario beat you? 性質上ギガフレアは空中では使えないことになると思います。タメ時間が長すぎるんです。 Okay, that's kind of cool though. ギガフレアにはこんな使い方もあります。That move is cool. Giga Flare. Giga Flare. I vibe with Giga Flare. またこういう使い方もあります。掴んじゃう。こんな目の前で炸裂するなんて使い道があるのかなんていうことも考えられますが。I think Jake Paul used that move. それ後で説明します。One of his boxing matches, actually. 一応吸収もできるんですが。大した回復量にならないです。なぜなら爆発した時が強いから。ああ。反射もできます。反射はギガフレアは絶対に反射されないことをお勧めします。もう蓄積ダメージで即死ということになりかねない。ナイス。ナイス。3つも飛び道具があるのは相当な強みだと思いますので、うまく使いこなしてもらえればなと思います。ジーパーズ。次に横必殺技シャドウフレアです。Again, the Nintendo, he's doing the Nintendo Switch snap. とにかく細い球を打つだけなんですね。貯めることはできるけれども、The Nintendo Switch has a glimpse. あったようには見えないですね。でも、この球全く異なる概念を持つ飛び道具です。この細い球を相手に当てると
周囲を回転する構えなんですね。そしてしばらくすると誘導して爆発をします。ため度合いや重ね掛けによって相手の周囲を回る弾の数が増えます。最大5なお、シールドすることは可能です。シールドされることを見越して掴むことも可能です。わお。なお、発射時に向きを変えることもできます。こういう使い方もできるかもしれない。 I feel like that move in specific is gonna be mad annoying。 このシャドウフレアは大乱闘の場合、誰かが巻かれると第三者に対してなすりつけができるんですね。まあ、どっちに転んでもセフィロスには有利ですから、使うに越したことはないと思います。Interesting。 なお、吸収することは可能です。反射することも可能です。まあ、実用的に攻撃に使うのはちょっと難しい。 Feed the game and watch。 ちなみに拾うことも可能です。拾うとどうなるか。 You can do with it。 こうなるんです。Madman。 人の周りについてるものを拾っちゃうこともできちゃう。 Save him! Save Ganondorf! 親切ですね。ウェヒ必殺技、一閃です。 My dash。 これ、すぐに出せる直線攻撃系の技で、ファイアフォックスなどに似ていて、好きな方向に打つことができるというものですね。相手に対して距離を取るためにも使えますし、こうフェイントをかけるのにも使えます。ところで今までが一閃だったのですが、ボタンを押し続けると八刀一閃という8回切りつける技になります。こういう突進系の技には珍しく十分な撃墜性能があります。 Okay。 It's got mad kill potential。 地上で出せば崖際では止まってくれます。だけど Pop off? ちょっと浮くともうどうにもならないので要注意です。飛距離には少しだけ差があります。これ一閃、これハット一閃。 Whoa。 ハット一閃の方が超長いですから、どうしても。 I guess yeah it does make all the difference。 もちろん本来は腹筋に使うためのものです。 Yeah, eat Mario。 Mario is dead。 捕まることができますが、ハット一閃は少しだけ上の方に飛び出してしまいます。 Kind of surprised。 I'm saying it again, but I'm kind of surprised they did Mi Fighters right at the beginning again。 次に下必殺技、閃光と言います。ハニカムシールドから閃光を一連で放つ技でカウンターのように使います。カウンターと異なり当たっても、 Don't even ask me to pronounce that。 当たらなくても Horking Tortilla。 ポイントです。受けた攻撃の強さによって閃光がパワーアップします。見てくれの通り後ろからの攻撃にはかかります。なお残念なことに飛び道具は反射できません。防ぐことはできるんですけどね。さらにカウンター系としては珍しく強い攻撃に破られてしまうんですね。最大チャージショットドンキーコーン。ただしダメージは防げます。復帰阻止に使うこともできます。特に攻撃力の上必殺技を持っているような人は気をつけた方がいいですね。It's nothing new。 最後の切り札はスーパーノバ。 Supernova。 セーファセヒロスがメテオで超新星を起こし星ごと破裂させるというダイナミックな。Good lord。 それぞれの人たちが違うリアクションを取ってるというのをお気づきになりましたでしょうか。 That was brutal。お気づきにならないと思うので、寸前で。Sephiroth really said, "I'm going game mode creative." 右から一人は飛び、一人はキノコ、そして一人は、シールドブレイクを起こしているように見えますよね。原作でもそうだったのですが、ランダムである程度の効果が現れるようになっています。吹っ飛び、フラフラ、寝る、スロー、お花、キノコなどですね。I want McDonald's。フラフラになりましたね。こうなったらさっきのギガフレアからの横スマッシュなどで蓄積ダメージ 0% からの1%も狙えるわけです。 Already then。 お花はダメージが大きくなります。普通に食らうよりもさらにでかくなってしまう。もうこんなにいっちゃいましたね。 62 that's good。 これはキノコ。ああキノコは怖いです。突然キノコにかかると復帰しようとして反対側に行ってしまいますから、これもまた蓄積ダメージ 0% からやられる可能性のある技ですね。
などといろいろアドリブ性が求められる、スーパーノヴァお楽しみいただければと思います。OK, I'm done with it. クラウドの偶数からの切り札にも I will say, Sephiroth is getting a lot more music than Cloud got. バージョン5です。ファイナルファンタジー7アドベントチルドレンに登場し、合体剣を分離させる技ですね。Cloud's Final Smash, but what if there were more swords? 普通カラーと全く変わらないものになっています。All I'm saying. なお、ご存知かと思いますが、クラウドの偶数カラーには袖ありと袖なしがあります。まあこれも原作ファンにはおなじみのものですね。Northern Cave. 次にステージのご紹介です。I really need to play Final Fantasy VII. Not gonna lie. シンプルにしましたが、背景がストーリーを追うようになってるんですね。これなんと FF7 の終盤の展開を含んでしまいます。Cool. しょうがないけど。なのでこれネタバレを見たくないという。No, I just said I haven't played it yet. No, you can't do this to me. it's a yeah.I know the story of Final Fantasy VII. We all know the. You know! I'm not gonna do. I wonder if they're gonna show it. You know the one. The one. 火口のような北の大空洞を俯瞰し、そして遠くにはジェットエンジン化したハイウィンド第二形態も飛んでいます。That's pretty. セフィロスが星を滅ぼす黒魔法メテオを発動しました。それを阻止するためにセフィロスを倒し、エアリスが決死でかけた白魔法ホーリーを解放するというのがパーティーの目的です。星の体内にどんどん降りていきます。原作にもこのように段差のようなところがありますね。ピョンピョンジャンプしたりしました。Is that Minecraft?北の大空洞は2000年前にジェノバが落下したところと言われています。そしてその後古代種に封印され、神羅に発掘された箇所です。この辺りはディシディアファイナルファンタジーのステージに採用されたこともありますね。ジェノバ、シンセシスと戦った場所を彷彿とさせます。ジェノバ、いや、ジェノバ。この辺の床を参照しています。そしてこれが封印されたホーリーです。Oh, that is neat. ホーリーが発動し、そして、パーティーは脱出を図ります。Oh, that's so cool. そして眼前に広がるメテオ。そしてホーリーが飛び出し、メテオの阻止に回ります。ハイウィンドはここで密かに第三形態になっていたりします。しかし、ホーリーが発動するのが遅すぎたと言われてますが、メテオを止められません。そこで星の力であるライフストリームが湧いてきて加算するという。こういうお話を追うクルーズステージというのは今までになかったかもしれません。お楽しみいただければと思います。Very cool. Let's see him in action. Let me see him. それでは、Let me see the boy. 実際に移りたいと思います。Let me see the long sword boy.We're doing the 立ち上がり乱闘をやってみたいと思います。Classic mode. 例によって、本気度は一番高くしています。Yeah. There you go, Sakura. I was gonna say, I thought you were going baby mode on me. これボスラッシュが楽しめるんですね。歴代ボスがいっぱい出てきます。Oh, it's a boss rush. まあ、もともとボスキャラらしい。Why isn't this just a game mode? そういうボスラッシュというのは合うんじゃないかなと思って。I would totally love for this to just be game mode, not just...Sephiroth gets to have fun while no one else gets to have a boss rush. しかしつくづくなんてゲームだ。He's having so much fun. I love him. まあレウスですからね、すぐに飛んだりとか逃げたりするのが合ってるんじゃないかな。尻尾くれ。尻尾をくれ。Give me the tail. その前に面白いもの拾った。You got him. Go get him, Sakurai. Kick his butt. Oh, he's got him good. Oh, yeah. Classic Donkey Kong strat right there. See,
I taught him that one. はい、次ガレオムです。スマブラ X を放送させます。Bro! Hashtag free bro! 懐かしいか。まあまあ、そんなに怒るのはやめようよ。Good lord, he is eating through. Eating through Gallium. あ、握られてますね。Oh, did you hear that? Sakurai, mad mashing those control sticks. Oh, good lord. That didn't break the counter. He fell on him. Marks. I think that's so funny every time. Just the pan to like...Cloud, or not Cloud, sorry, the pan of Sephiroth. And behind him is just Marks, just... しょうがないから、マイルドにしてみたんですけど、個人的にはもうちょっと怖くしたかった。魔界植物かな？Oh my god, is he going... Sakurai going for the JV? He hasn't been touched. 自分が割ったんじゃないです。Come on, you got it. Oh, look out. お客さん目が変になってますよ。Oh, that was close. Oh. Oh my gosh, Sakurai just said the same thing at the same time. No, he got touched. Well, that's fine. He's. ああいう血管表現とかが特に怖いって言われてるところですよね。It kind of is. 今のもちょっと希望です。あ、惜しいな、パーフェクト取れてないな。次、ドラキュラ伯爵です。一番最初の伯爵状態だ。なんだ伯爵状態。頭にしか判定がないから、そこは気をつけなきゃいけないですが、見ての通り、ウエスマッシュとかで当たりがあるから、それはジャンプするよりも楽かもしれないですね。ここは素直にシールドを。He's tearing up through. I shouldn't have spoke. Ooh. What was that hitbox? What was that? Run it back! That did not touch Dracula in the slightest. That was a quarter of his health! So, smash your kotoka, ukatsuni aruto.全然隙がでかくて反撃食らっちゃうんですよね。気をつけなきゃね。本面弾みたいな。いかんねー。またやっちゃったねー。おお、right in the noggin。なんとか片翼は出ないで済みましたね。いや、出してもいいんだけど。むしろ出した方が。次、魔王ガノン。ゲネン。戦い方をよく考えないといけないですね。何しろあの光ってるここにしか判定がない。いや判定はあるんだけど他がみんな全身無敵になってる。まあ無理せず行きましょう。チャンス貯めちゃおうかな。He's almost dead。大だろう。Don't run off the blast zone. Sakurai. Yeah, stab his toe. Yush indeed. He loves to just walk off stage whenever he gets a kill. 次ギガクッパです。スマブラデラックスみたいな。やっぱり。Oh, you know everyone's saying free melee in the chat right now. 広いので何とかしなきゃいけないですね。発動一線で抜けてみたりして。まずい、ここまずい。危ない。That counter. ああいうことをしていちゃいけないんです、本当は。何しろこれ、つかみがありますからね、この人。危ない。結構、前が広いよ。届かないしね。まずいね。20%、that's not bad.
結構当たってないように見えますけど、うん、もうあっという間に真っ赤でやられるなんてことありますからね。もうこれも良くない。ちょっと届いちゃう。ほ、He's got him. Easy. Let's pop him. Yeah. Let's go, Masahiro. Gokumon. Hell's Gate. 9.9. Final boss? Ooh, Master and Crazy Hand. それが北の大空洞でなぜか戦うという。これは最初からまずいね。ピヨッタ。まずい。Oh, he's kind of getting, he's kind of getting eaten. もう6にダメージを与えていないのに、すでに蓄積ダメージが。Oh, Sakura, you're being comboed. うわぁ、このアングルを小さくされるのとても危険。ここでダウンをさえできればいいぞ。わぁ、Just eat him! いってぇい。ついに片翼が出てしまった。まずい、これはまずい。Oh, that ain't good. Oh, boy! 諦めちゃいけない。はっ。Nah, he's got this. He's got this. I believe. He's knocking down. Or just kill him. Straight up. On God. Oh, just like that. Mega flip. Give it up.本気度 9.9 のまんまでしたが、はい、お疲れ様でした。ボスラッシュモード楽しんでいただければ幸いです。 Enjoy boss rush. Why can't you make boss rush mode just like a thing, you know, for like any character? 新たな曲は9曲も追加され、FF9 tracks. 11曲になりました。うち4曲がいずれも聞き応えがあるアレンジになっています。これらミッドガルステージに追加されます。 RIP Geno。 今まで FF 曲というのは2曲だけだったんですね。それをしてスクエニさんはケチだというような話をする人もいるかと思うんですが、それは違うんですよと大きな声で言わせていただきます。やっぱりですね、例えばキャラクターが何かのゲームに出る、コラボするという時にも曲なんて1曲もないっていうものの方が多いじゃないですか。あの世界で全て問題ないように、許諾を取らないといけないんですね。Mm, yeah. まあ中には一社でちゃんと取れるものもありますが、複数の会社にまたがっていたりとか、国によって全然違ったりっていうことを、権利をみんな解決して実装しているんです。だからつまりスマブラがちょっとおかしいということで、認めていただければと思います。 It is. It is. さて肝心の配信日です。Later today, December 22nd. That's just that's like 4 days away. Five. 単体でも購入可能です。ところで、毎回スマブラに新キャラを加えるというのは Big news. Story with him. だけど、ファイターが多いだけに、ファイター選択画面では多数の中の一つで埋もれてしまうんです。It's perfect. これで良いのだろうかと思ったりして。セフィロスはボスだから、ボスとしての強さを与えたいと思いました。そこでこれを見てほしい。Time out! Boss character? What do you mean? Sephiroth challenge? Woo! What is this? なんと、ボスとしてのセフィロスと戦える期間限定出現の特別なモードを用意しました。これを倒すことができれば、先行してセフィロスと北の大空洞ステージを使うことができます。イージーノーマルはそこそこにするけれど、ベリーハードはかなり難しくする予定です。Okay, still cool. 最初に選んだクービー。ければ正式な発売日までセフィロスを先行して使えるようにしないつもりでした。ベリーハードを選んだ人にはそれなりの試練が訪れる。だけど。ハードすぎるかなと思い、さすがにそれは取りやめました。
セフィロスチャレンジの配信日は12月18日から12月23日、10時までの予定です。もちろん、セフィロスを買っていないと出現しないので、これもご注意ください。さまざまなアップデートは本配信の23日に行われます。2P クラウドに超級武士ハザードバージョン5が追加されたこと、これも23日からです。できれば楽しいと思い、セフィロスチャレンジを考えたけれど、実装には思った以上の手間をかけてしまい、スタッフには申し訳なかったです。ですが、この5日しか出ていないモード、できればいろんなファイターやいろんな攻略でベリーハードクリアを目指していただければと思います。確かな手応えがあります。ボスとしてのセフィロスの強さ、楽しんでいただければ幸いです。One last thing! 戦場、小戦場、大戦場、終点において、全局抽選とオレ局セレクトから抽選方法が選べるようになりました。全局抽選とステージセレクトからの選曲は、すべてのステージ曲が対象になります。オレ局セレクトでメニューを切り替えると、戦場なら戦場のオレ局セレクトの中から抽選されます。あと、ゲーム内でご紹介することができなかったので、セフィロスの勝利画面なんかもお出ししたいと思います。こちらです。That that is wild. 以上でセフィロスのプレゼンを終わりたいと思うのですが、今回本当に収録に苦労しました。No Amiibo? 何せ機材トラブルがありましてね、どうも音響とかにノイズが混じるんですって。もしもうちで自宅配信の時にこのノイズが混じっていたら、もう配信できなかったんじゃないかなと思います。確認できるっていうのは大事ですね。そういう意味でスタッフさん本当にお疲れ様です。Thank you, film crew. というわけでお開きです。We love you, crew. ありがとうございました。Bye bye, Sakurai. It was fine. It was good. Ah, look how happy he is. Proud of him. Well, that was cool. Sephiroth happy he's in the game. I'm ready to do Sephiroth challenge. Gamer.